こんにちは、西粟倉村の山根です。ちょっとね、またまた鳥取県のこれね、鳥取砂丘をこうさらにもう少しね行った先にあるこう海岸なんですけど、これまだ海水浴ができそうですね。なんかすごい今日は暑いですね。さっきね、鳥取砂丘もちょっと通過してきたんですけど、今日日曜日っていうこともあってね、すごいあのお客さんがいっぱい来てました。ぜひね、こう鳥取に来たら鳥取砂丘であったりね、その近くにね、すぐ近くに砂の美術館っていうところもあるんで、ぜひ来てほしいと思います。ほんとね、すごいお水が綺麗なんですよ。もう青くてね、鳥取に来たらもう必ずこの海を見て帰るという。すごいですね、綺麗です。はい、ということで鳥取砂丘からお送りしました。ではまた放送します。失礼します。